リオチの未タイトルラジオ第14回目始まりましたはい今夜もよろしくお願いしますということで、はい、ご担当は私リオチと山内と今日も引き続きゲストに来ていただいておりますこの方ですどうぞどうもこんばんは ポンですはいということで今日も3人でお送りしておりますおーいはいなんか私さっき変なこと言ってたんだけどななんだろうご,ご担当はって言ったああっんね,、はい、ねご担当はってっねか自分で言っててこれおかしくないと思う <laughs> まあまあ許容範囲じゃないですか許,許容範囲ですかね、うん、よかった流せる範囲よな、ね、流してくれますかはいはい ね、なん日本語って難しいですよね。うん、なんかもう私バカなんですよ。どうしたらいいですか。これはバカにもいろんな種類があるんですね。はい。生活ができないバカもいるし、勉強ができないバカもいるんですよ。なるほど。どっちですか？勉強ができないバカです <laughs> あ。じゃあ大丈夫です。生活ができたらね。ヒロポンさんはちなみにどっちのバカですか？ 僕は多分両方かもしれないですね。あらもう重症ですね。重症ですね。重症ですね。今治療中ですね。そうです沖縄来て。なるほどいいですね。沖縄でね治療してもらえればはいはい。そうアンツバさんはバカじゃない天然だよ。天然バカも髪太いじゃないですか。なるほどね。うん。 まあ言い方をよく可愛く言ったら天然みたいな感じですね。うん、な,なるほどね、はい。悪く言ったらアホやんみたいな。はい,は,はい、はい、ありますね。あ、そうですね。先週聞いてない人ね、うん。謎の人物が一名いるってなっちゃうから。うん、じゃあもう一度ご挨拶をお願いします。あれ？<laughs> 自己紹介ね。自己紹介お願いします。知ってた知ってたわざとわざと。放送事故になっちゃったはいえっと今日はねゲストで呼んでもらったんですけど、僕はひろと言いますね。で埼玉県のえっと埼玉市っていうところに住んでまして、一応あの美容師をやっております。はいはい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。美容師っぽいですよね。そう美容師っぽいんですよ。なんか金髪だし金髪だしおしゃれだし。 ね、美容師さんで、そういうね、方いっぱいいらっしゃるから、ね。おしゃれな人多いよね。そうおしゃれな人多い。ピアスもめっちゃ空いてるしね。<laughs> そうああ、あんまり見てなかった。ほらほら。あ、本当だ。いっぱい空いてる、四つぐらい空いてる。ね、これ、体。とかにも、入ってるピアス。ピアスは体はしてないです。うん。乳首とかに入れてない。乳首も入れてない。<laughs> 痛そう。乳首も入れてない。いそうやなあ、そうですか。ええ。<laughs> 乳首って。<laughs> まあまあまあね夜だからね。そうそうそう。放送は零時なので。そうですそうです。はいね、な何を話そうかなと思った。今飛んじゃったその乳首なので。乳首。あれなんだっけな。なんか大事なことをね話そうと思ったんですけど、鶏なんで忘れちゃいました。ウコケですね。ウコケ。ウコうちのおばあちゃん家で飼ってましたよ。食べた。卵を食べます。ああいいね。サバかなかったの。 いあっでもあれですあの昔おじさんがさあの閉めてましたよ <laughs> いいうん本当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 の話怖いよね怖いねそうおじさんが来て閉めてその鶏食べた気がするえすごい、うん、今でも怖いよね絶対ねそういうの見るのはね、うん、ああ怖い怖いそう,うちのじ実家じゃないおばあちゃん家は、うん、埼玉の大宮市ですねああアルディなんとかアルディじゃんアルディじゃ、うん大宮市 宮宮宮宮原市か宮原宮原かですだいだいぶ違うううよととそうそ,れそう思い出したギノワン的な感じあれよねその埼玉でで言ったら埼埼玉玉新都心があるじゃなないですか、うん、おそうなんだにいて新都心って言ったらやっぱ埼玉新都心のこと、ね、そうだね。うんこっちで 新っつったらおもろ町じゃないですかはいはいはいいねすごいよね埼玉の新都心もじゃあ都心って感じあれです横浜アリーナじゃないですか埼玉スーパーアリーナねがあるところでああ本んよくライブとかねお試合とかで使われるすごい大きなあとね成人式にも使われたりねうん会場がお二人は行ったことあるんですか スーパーあり。かいだけ。成人式に。え成人式に。うん、成人式の時。スーパーありなったよ。私はあれだ。三十九。サンキュー。サンキュー。サンキューの年ですね。サンの年なんで。そうなんだ。ええ。私はあれだ、普通の市民会館でやりましたね。ええ。前にも多分ラジオで話したと思うんですけど、蕨市出身なんですけど。蕨市。 わらびは成人式発祥の地。あ、そうなの、そう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 。ええ。で、わらびしだけ、成年式っていうね。成年。成、そう、成年式、成人式とは言わないです。成年式って言います。すごいね、やっぱ。ね、わらびってちっちゃいしだもんね。わらびんもないからね。でも、特別感あるよね、でも。そう。そう。ん。ええ、あんちばさん、ウコっけいって肉が。黒いんだよね。初めて知った。そうなんだ。覚えてない。 うーん覚えてないけど締めたのは覚えてる美味しいのかな分かんないどうなんだろう,、ね、そうかわいそうって言って私泣いたんだよねあの時確か小さい,小さい3歳4歳ぐらいの時だと思うけど締 <laughs>、ね、めたおじさんも覚えてないと思う多分。<laughs> ああそっかもね私は衝撃的だったからさあなるほどねいきなりね来て締、ね、め,め出したか。 <laughs> 何してんだろうって。確かにそれ衝撃だよね。衝撃すごいと思った。うん、でも命の際大切さそういうところで学んだんです。はいはいはい。ね、な大事だと。ね、<laughs> ペット飼うとそれがねわかるって言いますからね。そう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 、うん、本当にね。うん、はいということでちょっとね今日のテーマも引き続き何でしたっけ？っ夏休みの宿題はいつ？ やるのってそういテーマでねお送りしてましたけどやっぱ先にやったうがいいと思んだよねそりゃね嫌なことは後回しにするとそうこれだからどっち派かっていうことになるじゃないですか結局大人になった今夏休みの宿題だけではなく後回し派か派かうん あの嫌なことを後回しにする派か、先にやっちゃう派か、どっちですか？先です。先です。お偉い俺完全後です。ええ。例えば例えばですけど、クレームがはい入った時とか、先にもうね、すぐまあそれ当たり前か。クレームはね、それはそうですけど、例えば書類書類を作らんと意見とかあるわけですよ。はい。これ 俺だからこれをねもう後回しにしちゃうでも結局やんなきゃいけないじゃないですか当然ですであやんなきゃなやんなきゃなって脳裏によぎるじゃないですか、うん、あれやじゃないですか嫌です私もそれが嫌なんで先にやっちゃうんです嫌だよね<ー>も,もうもううざったいこのやんなきゃっていうのがそうポイって早くしてたいから 先にサッとやっってててポイて捨てちゃいます、えー、でもその中でもなんか簡単なやつの方がいいほら早くやるとかさ難しいのを先やっちゃうとかいうのはどっちあでも簡単な方から処理するかなとりあえずわ、うんうん、かりやすいのからやって、うん、簡単なのを処理しつつ難しいのはどうやるんだろうなっていうのを2つ考えてるかもしれない。あなるほど、うん、で難しいのは考え なんて言ったらいいの簡単な方やりながら難しい処理を考えてそう効率をよくするみたいな、えー、そんな感じ難しいですね日本語って <laughs> そっかじゃあ俺も先にやろうあんばさんも難儀不騒だから難儀なお仕事は先にする <laughs> あやっぱそうですね <laughs> はいじゃあそうしましょう夏休みもさ <laughs> 結局、はい、後派さひろぽんも俺も、はい、そしたらずっと夏休みの 中盤以降どっかにあるさ、あやらなきゃなっていう、はい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 。それは嫌ですよね、確かに、ね。ええ、それを引きずりながら、そう楽しくない遊んでてためそうそうそう、やじゃん。嫌だよね確かに。も何もかも忘れて遊びたいじゃん,んで,でもやっぱ誘惑がほら。そう誘惑誘惑が, <laughs> 誘惑が、ね、先週ほら何だった？三百六十度。誘惑があって誘惑があるの。そう家の中にも外の中にも <laughs>。そう。そう あるでしょ外行けばさそうそうゲームセンターとかあるじゃんカラオケ屋さんもあるでしょおい、ねうん、しい料理屋さんもあるじゃん,ん、ね、行きたくなったりしょ遊んじゃうじゃん友達もいっぱいいるしさ、ね、友達も遊ばせ磯そ野野球やろうぜって言るからさんでツっコんでくれないや、え、サザエさん一家だったのかいみたいな。<laughs> そうね野球やろうぜとか遊びに来るじゃん今本当に苗字いそなのかなと思って <laughs> でものあってるのあってるのあってますよ <laughs> さらっと苗字いよったと思ったんですよ <laughs> <laughs> ね。はいおっとと思ったら <laughs> <laughs>、えー、沖縄大好きさん来てます夏休みの宿題前半ちょっとやって後半ギリギリまでやってましたへ<ー>あじゃあ 平均的な感じなのかな。ね、効率がいいのかな。こうやって遊んでまたやってだからそれやれればいいんだよ。ねそれができる人か。平均的ないんだろう。すごい。誘惑に負けちゃうから。うんね。でも一日長いさ。どっかで一時間でも一回やればいいんだよね。そうどっかで一時間一時一時間でも時間取ればいいんだ。そう。それがね。なんで取らない取らなかったのか不思議だね。確かに。 えーと私もなんかそういうのできなくてゲーム隠されてたのが良かった、ね。<laughs> <laughs> スーパーファイナル。そう見つける。見つけた。見つけたから、あのお父さんが会社に持って行っちゃいました。しあーきついね。最終手段をね。うんう絶対無理じられちゃった。絶対無理。えー、車に乗っけられちゃったから、さすがにそれを取りに行けないそうだね。<laughs> <laughs> はい。はい。 じゃあ皆さんはどうなのかっていうと、うん、今日もメールいただいてるんで、はい、読みます。はい、でヤチさんみすりごめんなさい。リオチさんミキさんのみ山内さんカッコマナミンさんリスナーの皆さんこんばんはシャイこんばんはシャイ収録生配信お疲れ様ですタイトルネーム武蔵です本日のテーマ夏休みの宿題いつやる え夏休みの友とかあこの前話してたやつですね書道絵本絵本じゃないこれ何絵画絵画絵画、うん、ほらまたバカが出た <laughs>、ね、基本自由研究以外は4月末までに終わらせて自由研究は8月10日前後で終わらせたすごい、えー、自由研究って結構時間かかるよね、うん、自由研究で流産度 <laughs> なにこれ c u s o 四元素記号かな元素記号だねすごいね FE2 ぐらいしか知らんの FE2? <laughs> あれ FC2 <FE> かそれ CO2 とかって間違いじゃないんですかあそ FC2 <laughs> ってなんか怪しいやつでしたっけ FC2 <laughs> ってエロサイトじゃんな, <laughs> <laughs> なんか見覚えが <laughs> FC2 の私サーバー使ってホームページ作ってましてだって動画動画サイトなのかな多分エロいサイトではないんだいろいろ多分やってると思いますへえ<ー>決してそういうねじゃないですよ間違いしないで <laughs>、はい、危ない危ない、はい、<laughs> でえっ、ー、と決勝を作った時は 色もバリンブルーでとても綺麗だったし見ながら計測でしたねすごいねめっちゃ本格的やんいやちさんやまいちさんまなみんさんわかんないけどまなみんさん一緒にないけどな夏休みの宿題はいつやってましたか教えてくださいお願いしますすごいな自由研究でなんか結晶を作るとかっていう発想がないよね私あれ石鹸作ったな石鹸 油で。えすごいね。なんかそういうゴミ処理場に行ってそれ夏休みのなんかそういう研究あったんだなんかゴミ処理場を見学してで最後にその油で設計を作りましょうみたいな体験してきたってことあそう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 それをなんかこうねえそれ社会科見学いやじゃあじゃないのいとこたちと行ったなんか申し込めるんじゃない そ,うそ,うそうもしかしてみんなでおじさんお,お,おばさんといとこと私のお母さんとでどっかのでいったの覚えてるでそれを作り方をだもいろいろほらもらうじゃんああ資料とかいろいろでどうやってせっを作るのかみたいな自分で絵で描いてこうこうやってでせっと一緒に提出したへえすごいじゃんてのはあったなあと土器作ったかなえいろいろ作ってるね土器土器はあれ あれあの大宮の、あのー、なんか歴史資料館みたいなのがあるさどこにあるえと、ね、大宮駅のね東口ちょっとまっすぐ行って行くとなんかね楽器屋さんとかがあるんだけど <laughs> すごい地元ネタですみませんねあるんだけど土器を作った記憶もある縄文土器縄文土器すごい、ね、縄文土器へ習ったね 習ったでしょ。社会で。作り方？情報。情報はね。作り方情報でって。ね。覚えてます？何作ったか、平本さん。牛乳パックで船を作るとか。ああ。いあとはと割り箸鉄砲を作ったのと。なんか少年ですも少年って感じ。あとは紙粘土でなんか作っ 何にかわせちゃったけど作ったみたいな重研究で重研究であとはそのおかんが頑張って24時間写真撮ったセミの提出 <laughs> しなかったっていうの <laughs> そっかよく覚えてるな俺全然覚えてなくて何作ったかか,かけらすらない、えーうん、これっぽっちもこれっぽっちもないなんか忘れたい過去だったんでしょうかだからね <laughs> 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 多分ね皆 <laughs> さんみたいにうまくはいってないんでしょうねう<ー>きっと石鹸作りましたとかいとことかはゴキブリを観察ゴキブリを観察やるね <laughs> <laughs> ゴキブリかナメクジか忘れたっけどそっち系のなんか気持ち悪いのは女の子ですよ<ー>いとこも <laughs> すごいねそうだろうね <laughs> かカエル好きだし だからねカエル飼ってんだよねカエル飼ってますよあれ面白いのがユーチューブでカエルの鳴き声を流すと一緒に泣いてくれるんですよへー面白いねワンって鳴くからワンって鳴くのワンって鳴くのワンって鳴きますワンってそれ犬だからねそう犬犬みたいな鳴き声をするカエルって名前犬犬にあ犬に対してカエルっていう名前がついてるそれやったらすごい理解がねうん できるけど、ファンってのくんす本当にカエルをゲロゲロってのくんでしょ、うん、それはアマガエルだけですよ。ファ <laughs> <laughs> ンってのくん、そうなんだ。クランツエル角<ー>ガエル。おおなんか。角生えてんの？あ、角みたいのが生えてて、それが角みたいだから角ガエルっていうらいうペットショップで売ってますよ。どのぐらいで？ピンキリですけど。 っっピン切りありますありますやっぱ個体とか色とか状態とかで,<ー>でこっちはね高いんですよ何、うん、だか知らないけど内地だと980円ぐらいから売ってるんですけどお手頃にそうこっちで売ってるの見たら4980円ええ高っ <laughs> な何が違うんだろうなっていう感じですね<ー>でも可愛いですよへえ<ー>買ってしまったら可愛いかもしれないねでも ツノガエルがハムスターを食べる動画があって、えー。ちょっと可哀想なんですよね。えー、ハムスターも食べちゃうんですよね。え肉食なの?。ああ、動くもんだったら、何でも食べます。ええー、いびこうしてても。ああ、食べちゃいますよ。血だらだらになります。ええ、これ、ヘルさん、実験してみて。ちょっとこう、ごめまじ、まじ痛いですよ。<laughs> <laughs> ええー、こうやって。 うパクってすぐ瞬殺だからもうえ怖いね怖いですよち。怖いな<ん>悪いことしたらねそれで罰与えるとかね <laughs> 噛んだらもう離さないですっぽんみたいなそう噛まれたことあるのあありますよだって間違って噛まれちゃったっどこ親指,親指でどんどんパクってこう奥までいくからいい子はもう血だ,だらけです本当にええー。 ギザギザなんですよ。口の周りがもうギザギザになってて、<ー>それものを取らえて。痛いんだ。痛いんだ。えー、んやってったの？<laughs> あれです。だこ,こっちの指で、うん、右逆の指でこうガって開けて。<ー>もう本当痛いから大変です。泣きながらとりました。<laughs> <laughs> <laughs> はい。そっか。<laughs> 私があれだな、小学生だったらカエルをどうやって食べるかみたいな。 急に変える。食べるって。急に、よロくなったね。<laughs> 話が。はい。じゃ、次行きましょう。はい。いえさん、<laughs> こんばんは。あんこのつば、かっこつばさ、あんつばです。はい、テーマ、夏休みの宿題、いつやる。小学校の、時は、大体初日に。ちょ、ちょ。ちょしてって、何ですか。 ん初日にちょ,うとしてちょっとしてちょっとしてこの<分>夏休み最後に宿題をしていましたねでうと解釈すると初日にちょっとだけしてあとは残り全部最後にやるってことですね、うん、中学生になってからは夏休みの宿題はほぼせずやっぱ中学生ってないですよいやあるけどしないってことじゃないあそうなんだうん 先生に「今週中に書いて提出しなさい」と言われても夏休みしかしませんでしたよって <laughs> <laughs> あんつばさん結構悪いね悪いねわわはんね常習犯じゃないですか、うん、これ、えー、そのあんつばさんの自由研究は、えーはい、島のトンボ取って標本作ったあれって何でしょう注射しなきゃいけないんですか、ね、そうそうそうなんかあるよねよ標本にするためのです、ね、液体毒かな うん、であれ昔なんか昔駄菓子屋さんにあのセットが売ってて、うん、あっことっぽいな、うん、でいつしか危ないからって言ってな、うん、くなっちゃったみたいな、うん、で,、えー、でしかも、うん、あれ注射が注射が本物だから、うん、よくこう悪い人がこう腕に刺してお薬を入れてるっていうやるんだそういうのあって売られなくなったっていうなんか。 YouTube で見た私もそれ昔あった危険なおもちゃみたいなあうん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 でもね男の子とか標本にねしてる人とかいたよねそうよねカナブンとかね気持ち悪いカナブンもよく見たら可愛いかも結構こうキラキラしてていろんな光沢のさ足がいっぱいあるじゃないですか 足がいっぱいあるのはダメなんだ。気持ち悪くないですか。でもうちに。足いっぱいって,ても6 6、その六本六本のそう、昆虫だからね。うちに今、クモがいっぱいいます。飼ってる。飼ってないですよ。は、あれ繁殖してるのかな、なんか。餌でしょ。飼えるの <laughs>。こんなちっちゃいやつ、蜘蛛が。えー、んん飛んでて。餌にしたらいいじゃん、じゃあね。でも蜘蛛虫取ってくれるから。 放置してるんですよね。<ー>でも繁殖してるんだからなんか増えてきたからちょっと退治します今度。<laughs> あっさん地元のトンボは鬼山より銀山ンンの方が大きかったんだよね。え、鬼山。銀山って初めて聞いたの。銀山。なんでしょう。鬼山は黄色と黒で銀山白いの？うん <laughs> 聞いたの今。<laughs> <laughs> いやうちの親父のお,おとんの実家が福島で、うん、よく鬼山ン見てたけど銀山ヤンマ思い出せなくてやっぱあのー、鬼山ンのカラーって怖い黄色と黒でしましましてるし怖みたいなだからギンってよく見てないから、うん、そっちの恐怖の方が多くて覚えてるけどん銀山ヤは覚えてないん、ね、で名前だけ知ってるけど。しか知らなない そうね赤タンバーよくね沖縄でもいっぱい飛んでますよね、うん、飛んでる飛んでるこの時期そうあのー、私メダカも屋上じゃないベランダで飼ってるんですけどはい、はい、ちょっとねそろそろ雨よけ雨よけ虫よけ、うん、ネットを敷かないと卵生まれちゃうはいはいはい、はい、卵生まれたらヤゴになるじゃないですか、うん、ヤゴが美味しくいただいちゃうんでメダカさんをちょっとね 対策しないとそうだね。うそ,そうメダカが卵をねヤゴの卵を食べてくれればいいけど逆なんだねそ。残ったやつとかが孵化しちゃってヤゴになってヤゴの逆襲になっちうそう,、えー、そう映画館になるかもヤゴの逆襲。ならない。ならないですか。<laughs> あれだよね。人でやったらなるんじゃね。<laughs> ああなるほど。先週から言ってるけどお何。 歌詞三十一日のなんちゃ、なんだっけ、三十一日の恐怖。えっとね、すごいね。はい。映画も。あ、じゃあ。映画の取材課がいって、屋号の。逆襲の取材課が。三十一日の恐怖。あ、いいじゃん。なるほどね。それでほのぼの系になったらいいんじゃない。ほのぼの系になるんですか。逆襲なのに。いいですね。はい。はい。 もうね早いものでねまた三十分がもうすぐ過ぎようとしてますけどね。はい。どうでしたかひろぽんさんは。ね、はい。はい、やっぱあのね。はい。緊張しますね。私もね最初すごい緊張してねなんかよく記憶を飛ばしてましたけど。<laughs> 頭真っ白になるんですよ本当に。いやわかる気がする。<う>これなんか喋るタイミングがやっぱ難しいよね。そうなんですよね普通に雑談してるのとちょっとね。 違ったりして、放送なので、なんか、そう、気遣、言葉を、こう、気をつけて、一言一言、やっぱ、っていうのがね。そうですね。でも、その辺の勘どころはいいんじゃないですか。いや、そんなことないですね。ラジオ、なんていうのかな、ラジオの、喋りって。感覚的にできてる気がします。すごいですよね。私は、全然、まだまだ、適当に話してるだけですから。 いや多分ね多分落地も聞いてるからラジオいっぱいなんか感覚的にやってると思うよ。本当ですかやったねだってわからない人はずっとこうかぶったりするからねやっぱね話がなるほど声がやったラジオ聞いててよかったよ。ね本当に。ね皆さんもねラジオやったらいいと思いますよ。ということでじゃあ。 今日もそろそろお別れになってきました。ということでごたん、ご担当じゃない、<laughs> えー、お相手は、リオチと、いまあ、とまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。Good night.